ここ数日ね、青森ね、ずっと大雨が降って、3日4日降って、ずっと作業できなかったんだけども、で、久々にね、ここにね、来たんだけども、そうすると、緑一色じゃない、草が生えてしまって、虫が邪魔だな。で、生えてしまってる。で、大雨が降った。で、今日から28度、明日以降30度以降っていう結構な温度になってくるんで、そうなるとどうなるかっていうと、当然濡れてるから水蒸気が出る。濡れてしまう。で、濡れてしまう。で、さらに風が弱い予報なのね。ってことは、ここに水蒸気が溜まってしまうのよ。風が強ければまだいいんだけれども、ここに湿気が溜まってしまうんで、そうするとどうなるかっていうと、病気の元になります。湿気が溜まると。で、虫邪魔。で、その場合どう対処するかっていうと、中耕除草っていうのもあるんだけども、雨が降って、昨日まで降ってたんで、ちょっと土をかき混ぜるには、不適切なタイミングだなと思うんで、こういう時どうするかっていうと、生えてる草を今刈り倒したいと思います。刈り払い機で。急遽なんで時間もないんで、刈り払い機で畝の間、通路のところを刈って歩いて、風通しを良くするっていうことをします。まあ、農薬をね、使えるんだれば、消毒すればいいんだろうけどもね。でも、ほら、農薬使わないから、できるだけね、できるだけっていうか、一切使わないから、農薬は。そういう時は、病気出ないようにするためには、換気、よくする。通気を良くするために、草を刈る。で、土が乾いてきたら、畝の間を中耕すればいい。本当は中耕しちゃえばいいんだけども、すぐにね。でも、それやるには、土が濡れすぎてるから、できないと。いう判断で、今回は、こいつでやっていきます。という感じで、畝の間の草をザザッと刈りました。際のところはやれば絶対ね、野菜を黒小豆と黒豆が植わってるんだけれども、切ってしまうからそれはできないんだけど、そこやるんだったら手作業なんだけども、まあ、やる時間ないだろうなっていう感じだから、最低限、歩くところ通路の部分だけでも刈っておいて風通しを良くしようっていうことで今作業しました。だから皆さんもね、覚えておいてほしいのは、雨が降った後、特にいっぱい降ってすごく土が濡れている、でその後に高温が来るっていうタイミング、今の予報からすると青森は今そう、まさにそういうタイミング、明日から30度超えるような、今日から28度、明日から30度、こういうね、青森にすると高温なのね。南の方からすると、何30度ぐらいまで楽勝じゃんと、36度40度いくんだぜって思うかもしれないけども、青森からするとかなりの高温なんで、大雨が降った後の高温っていう場合は注意してほしいです。そういう場合やはり、こういうふうに風通しを良くする、で特に今回は風が吹かない予報なんで、風通しを良くするために通路の草を刈っておくとか、あと、まあ、俺とかはできないけれども、薬を、農薬を散布する人がいるんであれば、農薬を散布して消毒しておくと。で、なんでそうなるか、なんでそういうふうになると病気が出るかっていうと、要はね、大抵の病気っていうものは、菌類とか、そういうもので湿気を好むわけさ、やはり。うん。だから、ね、あと、繁茂してると虫もね、ここ涼しいなっていうことで寄ってくるんだろうね。うん、虫もね、実は青虫とかも朝早い時間だと、夏とかはね、朝早い時間だと表面にいるんだけども、これがまあ8時とか9時とか過ぎてきてお日様が出てくると葉の裏に隠れるわけよ。だからあいつらも暑いのが嫌いなわけよ。だから草がいっぱい生えてて、湿気もあって涼しい場所を好むんで、虫も寄ってくると、 病気も持ってくると、菌類もそこ病気持ってきていくなると、そういうことで風通し良くするために今回やったんで、皆さんも気をつけてみてほしいなと思います。仲間来たな、プリウスの仲間。